テレ東ビズ。こんにちは。日々の経済ニュースをアカデミックに読み解く、テレ東経済ニュースアカデミー司会の森本智子です。ai が人類を支配する未来を描いたキアノリーブス主演の映画マトリックスの公開から25年。 AI 技術は急速に発展しまさに映画のような世界が現実のものとなりつつありますマトリックスでは AI のエージェントが主人公を追い詰めますが現実の AI も自らの判断でタスクをこなすことができる状況にどんどん進化を続けていますそんな AI 技術を理解しながらビジネスに活用していくためにはその特性をしっかりと理解することが必要不可欠です 今回は最新の AI 技術によって企業の業務はどのように変わるのか AI の効果的な活用方法やこれからのトレンドについて専門家を招いて議論していきたいと思いますそれでは早速今回のゲストをご紹介しますお一人目は株式会社シフト AI 代表取締役一般社団法人生成 AI 活用普及協会理事の木内翔太さんです木内さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします えー、木内さんはもともとかなり子どもの頃からもエンジニアをされていたそうですねそこからこう AI の方にシフトをしてそうですねちょっと18歳の時にシンギュアリティという本に、まあ、出会ってですね、はい、あの AI が人間の知能を大幅に超えていくというのを、うん、45年で当初あの予測されていましたが、はい、もうちょっと5年、10年くらい今早まりそうだなということで。うん これは、まあ、あの AI の教育が必要だなということで2年前からシフト a i という、まあ、AI の大学みたいなことを、はい、やらさせていただいておりますそしてあのさらにですねこの生成 AI 活用普及協会理事ということなんですけど、はい、これどういった活動をされてるんですか、はいるこれから、まあ、あの AI がいろんな企業で普及していく中で、まあ、課題となるのが AI を使える AI 人材みたいな形になってきますので,です、ね、まあ目安となるような あまあ、資格のようなものです、ねうん、を作っていってその方の AI スキルの見える化、評価ができるような仕組みを作っております生成 AI パスポートというあの資格試験の発行をさせていただいておりまますす、はい、よろししくお願いしますそしてお二人目ですけれども株式会社リコー AI インテグレーションセンター所長の梅津義明さん、です梅津さんよろしくお願いいたししますあリコの梅津ですよろしくお願いします。 この,あの梅津さんが所属している AI インテグレーションセンターこうどういった役割を担う部署になってるんでしょうかはいあのでもともと僕理工の中だと AI の研究開発チームを率いていてたんですねで、まあ、去年の3月くらいにあの理工だと独自の LLM というのを発表させてもらったんですけどさまざまな業務システムの中に LLM とか他の AI とかをどうやってインテグレーションするかっていうのを 誰かが手伝わななきゃいけないけと AI のところはです、ね、かなりの専門性がないとあのインテグレーションができないので新たにです、ね、去年の10月から AI インテグレーションセンターというのを作りまして、まあ、僕らが研究開発もするしお客様へのデプロイもするというようなことをやっていますおいおいちょっとじゃあその辺り詳しく伺わせていただきますのでまずです、ね、お二人にお伺いしたいのはオープン AI の誕生からチャット g t p が出てから。 今年にかけてのこのこ盛りり上がりまず感想を含めてお伺いしたいんですけれどもいかかがですかあのやっぱり僕もあの日々 X とかで発信してるんですけど、うん、もう発信があの追いつかないくらいの、まあ、進化が本当に各業界の AI で起こってるなっていう形なのでもちろんチャット GPT はすごいんですけれども併せて他のモデル LLM もすごいですしあと画像生成動画生成みたいな形で本当にいろんな AI が 普及してきたななといいううような印象でございますこれは想像をはるかにやっぱり超えるスピードそうですねよく IT 業界がまあ7倍速、うん、7倍速くらいで得意やって言われてましたけれども、うん、さらにそこの5倍10倍くらいは早くなってるんじゃないかイノベーションのスピードかっていうのはおります梅、ね、津さんはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか 1>, 1月くらいまではどっちかっていうとガートナーさんのハイプサイクルとか見てもあの AI って衰退期とか失望期に入ってるみたいなことが書かれていてチャット GPT が出てきて世の中がフワッて動いたときにあのすごくいろんなところから声がかかるようになってあの今一躍その IT 業界の中でもあ新しいニューテクノロジーが出てきたみたいな形でいろんなところに。 呼ばれる確かに何か昔の AI ってなんか理系とかエンジニアのためのこう AI みたいな印象ありましたけどやっぱりもう今 AI の民主化が生成 AI 革命だと思うのでみん,なのみんなが使える AI になったっていうのは一つ大きいですよね私とかも全然疎い方なんですけどそれでもやっぱり日々感じてるぐらいなので本当にこう。 一般の人にも降りてきたなっていうのが去年から今年にかけてかなという印象なんですが、まずはですね、AI 元年と呼ばれた2023年以降、去年以降なんですけれども、AI を取り巻く環境というのは目まぐるしく変化しています。改めてこの1年間の AI 市場の変化についてお伺いしたいんですけれども、そうですね。あの、はい、まあ23年って本当に世の中に初めてその LLM っていうのは認知されて。 AI 元年でチャット G フロンティアモデルがまずどんどん世の中に出ていってオープン AI であればチャット GPT とかあとはグーグルであればゼミニとかが出てきてじゃあこれをどう使いこなすかっていう話が先行してましたと。でただやっぱりですねあの企業様がまあそういうパブリックな LLM もいいんだけどやっぱ企業独自のデータを学習したいよねみたいな話が あってそこがどうにも解決できない1年間だったんですけどようやくですねあと、まあ、ローカルオープンソースの LLM とかがすごく実力をつけてきたのでベースになる LLM はもうオープンソースでいろいろあったりするので、はい、そこに企業様の持っているデータを追加で学習させてあの企業の知識を学習させるみたいなことができるようになるという感じですね。はい 木内さんは去年から今年にかけてのこのマーケットの動きというのは今年のグーグルであったりとか、うん、アンソロピックの出しているモデルジェミニーとかオクロードとかも非常にあの今は実用的になってきて要はタスクによって使い分ける<ー>時代になってきてるかなっていうところですね。企業の中でそのおっしゃったように、はい、この業務そのもう一括してすべて同じもので動かしていくというよりはもうそこの業務、ね、業務に。 あのチャット GPT をとりあえず全部使おうだとチャット GPT って結構検索に弱かったりするんですよねでも逆にパープレキティみたいな検索に特化したツールであればこのデータ調べてこういうふうにまとめてって指示するだけでそれは30秒くらいできちゃったりするんですまあ汎用的な仕事であればチャット GPT でいけるしまあちょっと大容量のデータを扱うんだったらジェミニを使っていくしであと日本語自然にうまく書きたいんであればクロードを使っていくみたいな形で結構使い分けが 重要になってきてます。やっぱ業務ごとに AI を使い分けていくってフェーズに来ているんじゃないかなとは思ってます、うん。まさにお二人がお話しいただいたように、その生成 AI が急速に進捗進歩する中で、我々私たちとその AI をつなぐ技術にも注目が集まっています。これ改めて梅津さん、LLM についてご説明いただけますか。はい。えー、っと簡単に言うとですね、あの大量のテキストを学習することによって。 まああのテキストを生成する会話を生成するようなことができるような AI だだと思ってください、うん、例えば僕が今「明日は明日の」って僕が言ったらなんてつないでいいか分かんないと思うんですけど「明日の東京の」って言ったら「天気は?」とか「はい、温度は?」とかって聞きたくなるじゃないですか。はい、でこれを大量に学習せしてたらなんとなく会話っぽいことができるようになってどんどん学習してったら今となっては。 読解力がすごく高まっていてですね。すごく性能が良くなりました。っていうのがこの llm と言われるものになります。はい、どんどんその llm っていうのはこう。本当に正確性がこれからは求められていくていうそうですね。あの。まあ、元々は本当にテキストを生成するくらいのことしかできなかったので、うん、今本当に皆さんチャット gpt と会話してますよね。うん、相棒みたいな。はいはい あの,あの会話がどんどんニッチになっていった時にやはり今皆さんあの正確性を求めよようになりましたよねであの去年くらいからだと思うんですけどかなりチャット GPT とかゼミニみたいなものを人として扱うようになっているので、まあ、そこの正確性っていうのは企業の中で使うのだとすればすごく重視されるようにはなってきてますね。 そのあたりも含めてなんですけど、今現状のその l. L. M. を。取り巻く環境というか、今の市場っていうのはどういうふうになってるんですかね。去年のそのオープン A. I. のチャット G. P. T. 以降っていうのは。まず、みんなチャット G. P. T. を使ってみようみたいな話が多かったです。うんうん、去年の年末くらいから、そのウェブの知識だけだと、物足りないよねと。うん、その例えば、日本の企業様って、結構。 企業の中だけで持っている独自のデータとかドキュメントが大量にあってですねそういうものを学習させることであと設計のです、ね、妥当性を検証したいとかあと開発の問題点を洗い出したいとかですねことをしたかったんですね。なのでそれをするために、えー、とラグっていうテクノロジーがあって例えばとオープンソースの LLM に企業様のデータを追加で学習することによって、うん プライベート LLM が作れますとこれにちょっと QA とかして例えば保守,保守の回答に使ってみようとかですね今そういう本当に実践的なところに今年から入っっててきたかなといいううふうに思っています通常の,の LLM とか ChatGPT、はい、みたいなものって、まあ、インターネット上にある情報とかをもとに勉強学習しているので、はい、その企業内の情報とかに関しては、まあ嘘をついちゃうことが 多いんですね。まあそれをハルシネーションというまあ一般的な LLM の課題としてあの挙げられることが多いんですけども、あの梅津さん今おっしゃったのはそういったハルシネーションを予防したりとか、本来 LLM が知らない情報を学習させるあるいは読み込ませるっていう手法の話をあのさされていました。はい。その中で今あの注目をを集めているのがノンコードツール。あの今までみたいに自然言語書けるとか Python 書けるみたいなプログラミング言語が書けなくてもあの よよりり簡単にに AI を使ったエーージェンントとかアプリケーションが作れるようになりました<ー>そうするとあの社内とかにたくさんその自動化したい業務とかあるじゃないですか、はい、あれを僕らみたいな AI 技術者に頼まなくても自分たちで作ってどんどん社内の DX とか改善を進めることができる。 といいうところですごく注目されてるオープンエアで言ったら GPTS っていうそのカスタムの AI エージェントをちょっと作れるような機能が出てきてたりしますで僕らが今使ってるんだったら例えば DeFi っていうのがあってですねグラフィカルなインターフェースでちょこちょこちょこっとやるだけであ内容が見積もりだったら梅津さんに、えー、と連絡するみたいなことが組めたりとかしますと。う いいただいたようにですねノーコードツールのまあ需要としては大きく2つあって、まあ、1つが 2C 向けコンシューマー向けのアプリケーションとかあとはサイトとかですねをまあ一瞬でこう生成できるようなノーコード系のツールクレート X y Z みたいなのが出てきてきますであとは 2B の中で、はい、えまあ実際に AI を活用していくってなるとじゃ一人一人がまあチャット GPT とかに指示するプロンプト あの命令文ですねプロンプトエンジニアリングができなきゃ使えないかっていうとそうでではないんですよね、うん、プ,ロプロンプトエンジニアリングが分かる人がですねその AI エージェントっていうのを作ってワークフローを自動化しておいてであとは社内のそれが分からない人たちが呼び出すだけであのワークフローが自動化できるっていうような仕組みになるんですね。 あのそうした中で新しい技術がこうどんどん出てきている中で、ね、ビジネスシーンでの活用という観点で特に注目を集めているものというのはビジネスシーンの活用という意味では前述の,の GPT 図とかは、まあ、オープン AI 社が公式で、えー、発表しているような、うん、AI エージェント機能になるんですけれどもこれを要はチャット GPT をあの積極的に活用している企業はですね 自社の専用の GPT 図を作ってでこれって URL で公開できるのでそれを社内向けで共有するというような使い方をしています具体的には海外の事例になるんですがモデルナっていうあのワクチンを作った有名なメーカーですねあそこが750個の,あの AI エージェントである GPT 図を作ってこれを社内で共有することによって業務生産をまあ数倍に上げていると いうような事例もあったりしますね。普段どういう業務をやってるのかってい洗い出していって、はいうん、じゃあこのタスクは、えー、GPT でできるよねとか、うん、このタスクはちょっとこういうツールを使った方がいいよねみたいな形で棚卸しをしていって、一、うん、個一個の業務をあの自動化していくエージェント化していくっていう作業が必要になってくるって形です。ね、あのそこも含めてなんですけど、あの改めて離工の中でもやっぱりその企業に向けたデジタルサービスっていうの展開されているってお話。 ありましたけども具体的にどういったサービスを提供されているんでしょうかで今、その企業の中のデータ、ドキュメントをうまく使おうとすると先ほどもご紹介したラグみたいなものが必要になってきたりするんですけど、うん、あのちょっと、ですねラグって、まあ、SDK とか今出てたりするんですけど作るのちょっと大変だったりはするんですね。なので、まあ、ノーコードにしたラグのサービスっていうのをリコーでは作っていてまず、あ、それを使っていただいて。 簡単にラグをを使っててでですね、ドキュメントからまあ業務改革ができるようなサービスを展開していますと。リコーの場合の AI エージェントって音声認識とか音声発話とかも持っていてあの音声で例えば何か今故障が見つかったんだけどあとどこを直せばいいのかなっていうとラグに問い合わせしてとここのところ開けてまず点検してくださいみたいなことを音声で返してくれたりするんですけどあのそういう AI エージェントを作っていたりしますと。 利口っていうともともと複合機っていうイメージが強いと思うんですけどやっぱりそこのノウハウとか技術っていうのがその AI の分野にもこう生かされてきてるっていう認識ですデジタルサービスにまあ向かっていく時の通学になるのがデータとじゃあそのデータをどうやって使っていくのかそのためにやっぱり AI がいいのがないとできないのでその AI の開発とか周辺のソリューションっていうのは力を入れてますし。 その今までずっと応援のためにやってきたドキュメントを読み込む能力とか、うん、ドキュメントを検索するみたいなノウハウが生かされていると思っていただければなとは思います、ね、木内さんにお伺いしたいんですけれどもその AI による可能性も本当にこれからもますます広がっていくと思うんですけどやっぱり日本は DX の遅れっていうのはずっとこう指摘をされている、はいはい、今、日本企業のそのあたりの現状というのはどう,どう認識されてい ま分かりやすく言ったらスマホですかねスマホも普及するまでにまあ10年15年かかってますからでも普及してみたらスマホの方が圧倒的に簡単でみんな使うじゃないですかでも最初なぜか難しいと思ってて使わなかったみたいな形で、はい、AI も本当そんな感じなんですけどで去年の11月のデータだと10%しか業務利用というかビジネス利用はあの日本では 広まってていなくて、うん、あつまり、も上場企業とかで言うとアメリカと日本でもう10倍近く9倍近くか差が開いていたという状況です。で今年入ってのレポートで言うと一応19%まではあのビジネス利用が増えているというデータも出てきていて一定普及し始めているんですがアメリカ、中国に比べるとやっぱり23倍あの遅れているというような現状かなと思います。うん、まさにここからもう 今年かからっていう感じになるんですかね,ですね今年のおそらく利用率は1年間で3倍から4倍にはあの去年に比べると広がっていると。えーまあ、アメリカに対して日本は遅れてるとは言ったんですがやはりあの日本でも導入が、えーまあ、進んでいる企業と先進的な企業っていうのはいくつもございまして比較的業界として進んでるなっていう印象を受けるのが広告業界になりますそれがやはりあのウェブマーケティングとかデジタルマーケティングと。 えー、LLM 大規模言語モデルとか画像生成 AI モデルというのが相性がいいので、うん、比較的去年から、うん、あのチャット GPT 出て4か月目くらいからもうそれをうまく活用して広告のクリエイティブの自動化とかであの使われているような印象ですあのメッツさん、こういうふうにその、まあ、実際に社内でも活用がどんどん広がっていっているその社内システムの中に AI をこう導入をしていくというところを利口としてはお手伝いをしているん、はい、ですね。 まあリコの場合はです、ね、どちらかというとあの製造業様とかあと金融業界様とかの方が多いですとうで、まあ、そういう業界でも社内システムへの、えー、LLM とか、ね、LLM を使ったまあソリューションの導入というのが始まっていてでもう一つが、ねまあ、いろんな会社様が営業の DX をしたいみたいな話がありますとで営業も結構です、ね、人依存の業務プロセスが多々あるところで。 例えば日報とかです、ね、提案とかの最適化というのは結構個人のスキルに任せられているところなんですけど営業が分からないようなお客様のニーズインサイトみたいなのを発見してそこにたくさんの提案書からこれがいいんじゃないですかみたいな提案をすることで営業の提案を最適化して売り上げ向上するみたいなところの2つのニーズとかがあったりしますと。 どんどんそうやってその活用が進んでいく中で、逆にあの先ほどもいくつか出てきてましたけど、やっぱデメリットですとか懸念心配されることっていうのはたくさん出てきてると思うんですね。そのあたりっていうのは現時点では懸念材料っていうのはどういったところでしょう？一つはやっぱセキュリティっていう面があって、うん、で、まあもう一つは先ほども出てきたハルシネーションの問題で、うん、その二つセキュリティとハルシネーション ハルシネーションの解決みたいなところがすごく課題だとは思っていますおっしゃっていただいた、まあ、セキュリティ面それからハルシネーションの部分懸念材料がある中でそこを利口として実際にそういったものをクリアするようなやっぱりサービスっていうのもどんどん提供しているわけですよね、まあ、クリティカルな業務のところに使うんだとすると僕らが作ってるような本当にハルシネーションなのかどうかみたいなことをやるような AI テクニックっていろいろ出てきてたりするんですけど。 ここういういいいのを導入していくととにははなるんだと思いますあのインテリジェントキャプチャーというものについてちょっと詳しくお伺いしたいんですけれどもインテリジェントキャプチャーって言ってるのはですねあの、まあ、複雑なドキュメントとかもですね文字だけではなくて表図表絵あと図面みたいなところも読み込んでテキスト化した上で LLM に読み込ませようとするみたいな技術がこのインテリジェントキャプチャー。 キャプチャーですと。で、我々のインテリジェントキャプチャーであれば、ドキュメントの隅から隅までちゃんと読み込ませられるので。ああ、正当性というか、文章を正しく読み込ませた上で回答ができますよみたいなことも。提供し始めているという形です。実際にこうしたシステムがすでにこう導入されている企業っていうのは多いんですか。ええと、まだこれから始まった感じですかね。二項、うん、に頼めば、インテリジェントキャプチャーで。 読み込めるらしいぞみたいなのを今始まっているところなので今まさに作業しているという感じです、うん、あの生成 AI が注目されてからもう1年経ちまして、えー、目覚ましい進歩を遂げているわけですけれどもこの大きな変革の中で AI 技術とどう向き合っていけばよいのかビジネスの現場におけるその留意点 まず伺っていきたいんですけれども、木内さん。はい、そうですね。はい、まあ留意点でいうと、まあさっきのハルシネーションとか、まあそういったセキュアな環境とかっていう問題あったと思うんですけど、まあ受復しますが、どちらかといも日本は活用遅れているっていうところが何よりも、うん、あの課題だと思っています。経営者自ら情報収集、エアーに対しての情報収集していくのはもちろんなんですけど、実際にやっぱ使ってみるっていうところまでやっていただいて、うん、まあそういった形でやっぱ IT 革命に。 一目線に乗った経営者たちっていうのはそこを今、AI 革命に来てるってことに気づいていて、うん、そこにもう前のめりに情報を収集したり外部のコンサル使ったり研修使ったりしてますのでそういった形で自,自分、経営陣も自らそうなんですけども全社で AI リテーラシューを高めていくってことを取り組んでいくべきだと考えております、うん、さんはいかがでしょうかそうこまあ僕も同じでもっと AI とか、うん、AI 衛星とか使い倒していった方がいいとは思います。うんで 日本の企業はですね多分この20年くらい結構頑張って IT 化は進めてたと思うんですよ。そこをさらにもう一段階 DX を進めようとするとまあなかなか手がなかったんですけどやっぱやっと AI とか AI エージェントが出てきて複雑な業務タスク自体を AI にさせるようなことができますと。 単純な作業の削減だけではなくてもっとより複雑なところ自体を企業が自動化するとかが可能になってくるので、まあ、これからはそこだろうなという気がします。うん、AI の,その活用について進んでいる企業と進んでいない企業っていうところ、まあ、これからどんどん大きく違いっていうのは出てくるということになるんでしょうか。そうですねあのシンギュアリティ的には29年には年 29年に人間を超えるだろうって言われてましたけど、はい、結構5年くらい早まで今まるもう来年い早まる来年とかそれぐらいにはですですちょうどもう今年にはおそらく超えてくるかなっていうところで、はいえー、この AI エージェントに抽象的なタスクを渡せば、はい、もうあとはやってくれるね、うん、みたいなレベル化になってきますので多分来年再来年あたりから本格的に経営に AI を取り入れてさらに AI を中心に、まあ、人間中心じゃなくて。 AI を中心に経営をデザインしていくみたいな形に5年10年後はおそらくなっていきますので、うん、そういった意味で企業経営に AI を入れる入れないというのはもう生き残れるか生き残れないかくらいの大きな違いになってくるんじゃないかなと個人的には考えておりますここからでもまだ間に合いますかまだ本当僕たちの会社何もまだできてないというところもたくさんあると思うんですよね。そそううういいいとととこころろがまだだ今のの段階だとキャッッチアップでできる、はい、そうですねあの AI のいいところは AI 自体がどんどん進化してくれることによって今まで必要だった例えばそれプロンプトエンジニアリングみたいなあの技術が徐々にいらなくなっていく可能性があるんですねただやっぱりはじ早くあの導入を進めてた方が知見も人材も育つのでそれって福利でどんどんあの利益が増えていくものなのでそういった意味では早いに越したことはまずないかなと思います。 梅津さん、あのまあ現状でもこうやって AI を活用できている会社とできていない会社があるわけですけれども、やっぱりこれっていうのは先ほどおっしゃった懸念点を含めてど、どうしてこういった差が今出てきてる、しまっているというふうにお考えですか。ここできる AI ってすごいぞっていうポテンシャルを感じてくれてるようなあの企業のトップ様とかがいるところに関しては比較的導入が早い気が。 アメリカの場合もうまず使ってみてそうです、ね、プロタイピングしてみてそれで使える使えないのどう使うのっていう話ですよねまずもうやってみてそ,、ね、そこがやっぱり日本はその人材、まあ、リテラシー含めてやっぱりそこをよしやろう取り入れようみたいなところにリーダーがまだ慣れてないところがやっぱり多いってい、ね、う、ね、そこら辺やっぱ人材っていうところになるのかなと思いますけれどもこれからその AI のリテラシー企業が。 身につけていくためには、どうしたらいいのでしょうか。そうですね。はい、あの情報収集自体とかその学習自体も実は A.I. と相性がいいんですね。うん、いち早くその経営者とかこれから企業をリードしていくリーダー人材が A.I. を使い始めて、その A.I. を使うことでさらに手足を上げていくっていうその副利でどんどん学習していくことは可能かなと思いますので、そういったパラダイムもあの変えていく必要があるかなというふうには思います。 上の人たちが考えるよりも早く新卒の子たちはもう大学とかで普通に今論文を読むのにも書くのにもプログラムを書くのにも AI を使っているのであの子たちが入ってきます入ってこれるようにするためにはこういうツールを使える企業ですよっていうインフラストラクションを企業は準備しないと新卒が多分入ってこなくなります。なので まあそこはすごく、まあ、そんな状況なので急いで対応しませんかという形だとは思いますけどね、はい、もう心配するまでもなく次の世代はおそらくもうそこに触れている子たちが来るからということですかねそこに対応して企業としても環境を整えていち早く待ったなしだと思うのでうーもうあの AI がうまく使えない人とかは。 取ららなないいいっっててう方針に恐らくなってくると思いますこれから本格的に新卒の子たちも AI がちょっと使えないとなかなか就職難しいみたいな、えー、でも逆に言うと AI ってさっきのスマホとの例えと一緒で、はい、あのぶっちゃけ使い始めたらめちゃくちゃ AI 賢いんであの楽なんですよ AI と対話してるだけでタスクやってくれるし、えー、調べ事やってくれるので向き合ってみたら本当に経営でも使えるなってことはすごい実感いただけるんじゃないかなというふうには思っております。さあそれれれではは最後にになりまししたけれども、まあ、これからの AI 市場についてもしくは、まあ 企業に対しての、まあ、何かちょっとメッセージがありましたら一言ずつご意見伺わせていただきたいんですけれどもで今年は AI エージェントの元年だと思っていてで、まあ、企業に特化したプライベート LNMAI エージェントを使って作るような年になると思っていて、まあ、そこに対してです、ね、我々リコは寄与していきたいなとは思っています。もう経営に AI はもう必須であるとということを、まあ あの前提にじゃあ実際にじゃあ本当にセキュアにそしてまあ嘘つかないハルシネーションのない AI をどう実装するのかというのはもう経営課題になってくると思いますので今日僕自身もあの非常にあの勉強になったというところでぜひ活用していただきたいなと思います。ということで今回は生成 AI の最新活用術それからビジネスシーンの変革について木内さん、それから梅津さんにお話を伺ってまいりましした今日お忙しいいととところお二人ももどううありがとうございました。 それではまた次回お会いします。失礼します